皆様こんにちは、刑事チャンネルです。ということで、今日はですね、刑事チャンネルの平凡な日々と題しまして、ね、これもシリーズ3作目なんですけれどもね、もう私のまあ平凡な日々をね、ただつらつらとお話ししていくと。で、今日はですね、先日テイク2インタラクティブ、レッドデッドリデンプション2とかを作ってる会社のね、決算があったと。で、どうやらこのレッドデッドリデンプション2がもうベラーボーに売れてるらしいぞという、そういう話を得て、ちょっと決算の内容を見てね、それのお話をしていこうかなっていうのが今日の平凡な日々の一つとなっておりますね。ただね、まあ大変だったんだよね。言っても決算のさまあホームページで、まあ基本的に会社のさホームページから見れるわけじゃないですか、決算のレポートみたいなね。全部英語だから大変だったんだよ大変だったのと、退屈な話になってはいかんということで、今日はそんなわけでですね、まあチャーチル定点カメラをつけております。いな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 、いや大丈夫、安心して。これチャーチルの餌を入れる器がここにありますね。で、その下にこのエレクトロニックアーツスポーツって書いてあるこのね、このマイクロの雑巾じゃないんだけどねこれ FIFA19 を買った時にね、おまけでもらったんで。そして、これです、稲葉の、もう早くもチャーチルがですね、興奮気味なわけですよ。稲葉の物置じゃなくて、稲葉のね、焼きささみを、これをあげていこうということなんですよ。もうね、これ大好き、うちのチャーチル、マジで。ほんとね、一日これ何本食うんだ、うちの猫は、というところですよね。で、チャーチル定点カメラをつけることで、皆さんも退屈しないと。いや、おかしいんじゃないいや、おかしいよね、それ。それはそれで。ちょっと待って。いや、刑事チャンネルのアイドルが、刑事チャンネルなんだよ。刑事チャンネルのアイドルがチャーチルですっておかしいんだよ。チャーチルチャンネルじゃないんだよ。どうなってんだよ。俺を見に来てよ。俺を。ねえ。ね、まあまあまあ、そういうものが、予防があれば、ね、チャーチル出しますよ、ということなんですが、ただ問題は、じゃあ、チャーチル人気なんだね、と思って、チャーチルメインの動画をさ、上げるわけじゃない。ね、今日のチャーチルだよ、とか言ってさ、チャーチル専用の動画を作るわけだよね。そしたら誰も見ないんだよ。どうなってんだよ。おかしいじゃないか。まあ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 ね、時折出てくるからいいってことなんかい？いや、でもほら、俺だって憧れるよね、その猫の動画撮って、200万再生も撮ってる人いるわけだよ。憧れるわ。あれがいいわ、俺も。俺は、それがいいな、俺も。したらさ、編集とかもそんなせずさ、ごめん、これすごい偏見だよ。猫の動画撮ってる人が編集してないわけではない。というわけでね、これを見事にね、ここに、このチャーチを置くことで、はい。ちょっとね、これ、ね、位置悪いから。ちょっとこう、こんな感じにして、チャーチがね、ささみを、食ってるところを延々とね映し続けるっていうね。これなんでこうもうこれユニバーサルスタジオジャパンで買ってきたスヌーピーのねパペットなんですけれどもね、横に寝せておきましょうということでね、これをチャーチル定点カメラ、いつもよりもやや大きめの感じでそっちメインにするかもね。いや、こんなペロって平らげちゃうんだから。これチャーチルがこれ食べきる前にテイク2、インタラクティブの第3四半期決算、最近なんかこの決算の話すること多いね俺ね、いやなんか興味本位で結構ねこういうのね調べたくなっちゃうんですよね。別に株主とかじゃないんだよ株買ってるわけじゃないんだけどね。ね、2月6日にねテイク2インタラクティブの、第3四半期決算があって、第3四半期の決算は非常に好調だったと、ストロングリザルトって書いてあったね。その好調を受けて次の四半期、第4四半期の見通しも引き上げたと、そういう状況になっております。で、純売上は、12億4900万ドルということです。ドルだからね。で、前年はですね4億8080万ドルとかだったので、3倍3倍まではいかないけれどもね、3倍近くまでねブリブリブリっと上がっちゃってるわけだから、ものすごいよね。で、まあ、そのうちね、ゲーム内通貨とかアドオンコンテンツみたいなさ、そういうものの売り上げは全体のうち 24% を占めてるらしいんだけど、これも増加してる傾向にあるよという形ですね。まあ、ゲーム内通貨、アドオンコンテンツ。テイク2さんだとどういうのがあるのかなと思ったんだけれども、まあ、一つはグラセフオンラインの中でとか、っていうそのゲーム内のなんか追加コンテンツとか、あとはレッドデッドリデンプション2のレッドデッドオンラインのなんか追加コンテンツとか
追加コンテンツというか、まあ、ゲーム内課金とかがすごい多いのかなと思いきや、まあ、いろいろありそうなんだよね。っていうかそのテイク2さんは、あ、テイク2じゃねえや、あ、テイク2でいいのか。テイク2はなんだろう、ロックスターゲームズと、2K とプライベートディビジョンっていうね、3つのレーベルを抱えているよという感じなのかな。で、モバイルのゲームも結構あるんだよね。まあ、それちょっとね、次話します。で、この今回の第3四半期で最も貢献したのは何かっていうと、レッドデッドリデンプション2、NBA 2K90、GTA オンライン、GTA、WWE、2K19、WWE、R スーパーカード。これね、モバイルゲームね、その WWE っていうプロレスのゲームか、 WWE って WWE ね、2K19 ってつくスポーツゲーム多いからね。そうだね、プロレス関係のゲームですね。でそのプロレスのゲームのカード版が、モバイルで出てると。あとドラゴンシティっていうゲームも、貢献者であると。あとモンスターレジェンズっていうゲームも貢献者であると。そしてシビライゼーション6、こちらも貢献者であると。で、なのでまあ四半期最大の貢献者はとか言っておきながら、レッドデッドリデンプション2だけじゃないんだよ。今言った1,2,3,4,5,6,7,8 ちょっと待って、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9つのコンテンツが、まあ、第3四半期の、まあ、売り上げを大きく引き上げたと言ってるので、なんか一つのゲームに頼り切った会社の運営ではないっていうところですよね。で、デジタル配信の、売り上げっていうのは、純売上が5億9,470万ドルで、前年は2億5,840万ドルだったと。なので、デジタル配信っていうところに関しても売り上げが倍増というような形になっておりますね。ちなみに下で飯を食ってるのは、チャチゾウなんですね。まあ、チャーチル。通称チャチとかチャチゾウとか、まあ、言ったりするんです。売上倍増の倍増とやや似てるチャチゾウっていうとね、でも全く別物だからね。これ何の話なんだこれ。で、まあこういった決算があって、まあ他にもいろいろすげえ細かくいろいろ書いてあったんだけど、まあ読んでもね打足になるかなっていうか、まあ眠くなるようなことばっかりなんであれなんだけど、で今後業界ではインタラクティブエンターテインメントに対するユーザーエクスペリエンスの向上、要はより良い経験をさせたい、ゲームを持ってより良い経験をさせるっていうことを向上させていかなきゃいけないよねみたいなことと、インタラクティブエンターテインメントのアクセスの向上をさせる、新しいテクノロジーを採用し続けていくっていうため、引き続きコンテンツの範囲を広げてグローバルに拡大することに注力して、より楽しいものを作ってよりアクセスしやすくしていくと、それに注力していくっていうことですということですね。まあ言ってることはごくごく、まあ、当たり前というか、まあどの企業もおそらくそういうところを狙っているんだろうなっていうところではあるんですけれども、まあなんかこうね、日本に住んでる僕らからすると、まあこういうゲームだけが目立ちやすいんだけれども、モバイルのゲームとか出してたり細かく見てみると幅広くやってるんだなっていうか考えると、アクセスの向上、より楽しい経験へアクセスしやすいっていうのはなんかすごく説得力を感じるななんていう風に感じました。でね、最終的にこのレッドデッドリデンプション2って今じゃあどれぐらい売れたんじゃいっていう話なんだと、全世界で2300万本売り上げたらしいです。あ、そう。いや、これ2300、これいつまでの話なんだろう。でも第3四半期の決算での話だから、多分去年、要は12月31日まででっていうことじゃないかなだと思うんだけど、これごめんね、違ったら申し訳ないです。まあでも言ってもね、12月31日までか、1月が入るかって1ヶ月しか違わないんで、まあいずれにしてもね、かなり短い期間で2300万本を上げたと。で、この、レッドデッドリデンプション2、発売から3日間で、過去2番目に大きな売り上げを叩き出したと、ね。過去2番目っていうのは、要は1位はグラセフ5であるということを言いたいのかな。で、さらに言うと、発売されたその1週間の売り上げっていうのは、過去の全てのエンターテインメントの中で、最も大きい売り上げだったと。売り上げが7億2500万ドル、1週間で。
1週間でっていうことでいいのかな。ごめんね、ちょっとね、あ、言文が英語だからなんか曖昧なところもあったらね、申し訳ないです。ちょっとそれ書いてあったことと違うよっていうね、もうすごい英語読めちゃう人がツッコミ入れてきたらすいません、それはありがとうございます。ぜひ僕が違ったこと言ってたら訂正していただければいいかなと思います。でも概ねこんな感じだと思うよ、ね、2018年のベストセラーのゲームとして輝いたということですね。そしてチャーチルが食べ終わった、ね、チャーチル定点カメラが空の器だけになってしまったわけです、ね、チャーチルちょっと惜しいな、もうちょっとこっち側に来てくれるとカメラが捉えられるんだけどね、彼は食ったら食ったでどっか行くな、うん、どっか行くな。いいじゃないか、サービス精神多少なりとも意識してるのかな、ね、食べ足りないっていうことなのかもしれないけれどもね。で、まあ、そんなわけで、テイク2さんは非常に好調で、レッド・デッド・リデンプションがいいよっていうところまでお話ししたと思うんですけど、で、さらに、その、テイク2さんが抱えてるもう一つのブランド、2K も、今回新しい開発スタジオを作って、そのプレジデントに、過去にモダン・オーフェア3を開発した会社の設立者の一人を、まあ、招き入れて、まだ予告してないプロジェクトっていうのに取り掛かっていくみたいな話をしてた。要はかなりこうね、実力ある人が新しい開発会社を、立ち上げて、我が社の、ね、一員としてやってもらってるんだよみたいな、そんな話をしていると。ちょっと待ってね、ニューチャーチル定点カメラとして、はい、こんな感じでやっていこうかなと思います。で、もうね、話しながらチャーチルのこと気にしながらだから、何喋ってたのか分かんなくなっちゃったよね。で、その 2K さんが作ってる NBA2K のシリーズに関しては、全世界で9000万本近く売れてると。すげえやばい、毎年出してるのか。ね。毎年出してるからっていうのもあるんだろうし。ね。で、さらにその 2K、NBA2K のシリーズは、今後数年間パートナーシップの契約を更新できているよということで、さらに、まあ、今もう本当にね、全世界で1億本を超えるなんていうことがね、ありえちゃうんだろうなと思っております。で、さらにその人気の NBA2K に関してはそのモバイルも発表していると。今はまあもう遊べるのかな、遊べるの、 Android がまだね遊べなくて、2019年の春だかいつだかに遊べるようになるっていうことを書いてあったはずなんですけれども、その NBA2K モバイルに関しては、まあ、コンソール並みのグラフィックスとその手触り感、本物そっくりのアクションが楽しめるよみたいなことなんで、まあね、そのコンシューマーもそうだし、モバイルも拡大していってるので、まあ、売り上げはすごく強くなっていくだろうと。で、定期的にこういうとんでもないゲームを出して凄まじい記録売り上げを出すわ。で、これ開発に何年かかったって言ってたっけ、相当長い間開発してたよね。だけどね、まあもう利益的にも全然ありだと思うんだけど、そんな仮にこれね、多少その利益が、例えば開発費かかりすぎたからといって利益が思ったほど高くなかったとしても全然ありだと思うんだよね。なぜならその 2K あるいはロックスターゲームズっていうそのブランドの価値を向上させる作品なんだよ。 あれ作ってた会社じゃんみたいな感じになる。それはもうね、多少犠牲あってもいいぐらいね、それぐらいやっぱり評価の高かったゲームだしね。日本ではね、日本でもまあ結構売れたのか、結局日本で洋ゲーがね、20万本とかそれぐらいのペース、まあ多分ダウンロード版入れるともっと売れてると思うんだけど、まあ、それぐらいのペースで売れるのってやっぱりなかなか最近は増えてきたけれどもね、あんまりない一本だよねとは思うものの、というような感じでね、まあテイク2さんのね、第3四半期の決算を見て過ごしていたよっていう平凡な日々です。まあこれ皆さんもやると思うんですよ、まあ、大体ね、その20代後半の OLが過ごす休日と同じような休日を僕も過ごしたっていう、そういうことですよね、うん、多分 OL の人もかなりね、テイク2インタラクティブの決算調べてたと思うんでね、うん、ね、だからまあ今更僕がここでどうのこうの話をするのも打足だったかもしれないけどね、打足だったかもしれない。もうね、すっかりチャーチルもね、飯食ってね、もうご満悦の顔してるわね。あー寝るわいや起きた、寝るの？もう今にも寝そうね。もうさっきまでニャー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 うるさかったんだよね。もうささみ食わすときは、寝る、おとなしくなる、そんなうちのチャーチルを今日はご覧いただきました。おかしいだろ、刑事チャンネルだからね俺を見に来て、俺をぶっと、
もっと俺を見て、もっと俺を見て。あんたはそういう顔するんじゃない、チャーチルは。